はい、どうもあれです。プリキュアの変身前と変身後の髪の毛の量を比べる動画を作ってください。お願いします。コメントが当たらない。確かにそれは面白そうだからやろっか。あとコメント当たったよ。皆さんはプリキュアって知ってると思うんですけど、実はプリキュアってシリーズとともに毛量が増加してるんですよね。もういずれかさ、ハンターハンターのゴンみたいになりそうだね。ということで今回はプリキュアの変身前と変身後の髪の毛の量がすごいヤバすぎるらしいので見ていきたいと思います。最初はスマイルプリキュアのピュアマーチこと緑川奈緒。名前も緑で髪の毛も緑なんだ。やっぱ名前に緑が入ってる人は髪の色も緑なんだね。俺も将来子供の名前緑ってつけようかな。もしそうなったら多分ピッコロ生まれるけど、プリキュアって変身したら髪がすごい伸びたりするじゃないですか。もう十分緑川奈緒髪の毛長いから、プリキュアに変身しても髪伸びないでしょ。もうバカみたいに伸びてんじゃん。戦いづらそう。続いてはドキドキプリキュアに登場するピュアエースことマドカアグリ。実はこのキャラクター小学4年生でプリキュアの視聴者からロリって言われてるんですよ。プリキュアの視聴者怖すぎでしょ。あとプリキュアに変身したらどうやらおばさんになるらしいんですよね。それは絶対にないでしょ。だってプリキュアだよ。髪の色も違うし、もう別人すぎだろ。あとみんなピュアエースの髪の色どれくらい長いのか、あれじゃあんま分からなかったでしょ。あとめちゃくちゃわかりやすい画像があるらしいので見てみましょうか。これポニーテールらしいんですけど、ダイオグソクムシヘアだろ。次はハピネスチャージプリキュアのピュアラブリーこと愛の恵み。プリキュアの変身前は見た感じそんなに長くなさそうですね。でもどうせまたプリキュアに変身したらお尻のとこまで絶対髪伸びるでしょ。もうその髪の毛さ、邪魔でしかないでしょ。続いてはゴープリンセスプリキュアのピュアマーメイドことカイドウミナミ。もうマーメイドなのかプリンセスなのかよくわからなくなってきたわ。じゃあカイドウミナミはプリキュアに変身したらどうなるんですかね。プリキュアになると綺麗な髪になるね。ワカメみたい。最後は変身で髪が伸びるプリキュアの頭皮にダメージがないのかを気になった人が5チャンネルでつぶやいたら変身が返ってきたらしいんですよ。逆に変身返ってくるんだ。伸びてるように見えるけど、あれは絶対伸びてるよ。あれ全部衣服の一部だぞ。あれ衣服だったんだ。